トレーニングを始める上で大切なのが準備運動。怪我をしないためにしっかり体をほぐしておきましょう。はい、これから、準備運動を行います。マット運動は普段使わない筋肉も、たくさん使いますので、時間をかけてストレッチを行いましょう。今日は、これからやる技に役立つ、代表的な3つの準備運動を行います。それではまずは、左右開脚をまずやりたいと思います。足を開いてみてください。足がいっぱい開くと、側転や、開脚前転に役立つので、しっかり足を、伸ばして、たくさん開くようにしてみてください。で、注意は、膝が前にこういうふうに向かないように、上を向くように、開いてみてください。で、膝がちょっと曲がってしまうので、これを、ね、力を入れてギュッと伸ばしてください。はい、じゃあそのまま前に少し、体を倒してみてください。ギュッと。両足を左右に大きく開いてストレッチ。この時膝はなるべく上に向けるように。そのまま膝を曲げないように注意して、おへそを前に出すように体を傾けていきましょう。このストレッチは開脚前転や側転の時に役に立ちます。体の柔らかさは個人差があるので、初めのうちは少しぐらい曲がっていても大丈夫。